私はミカ、45歳。私には大学生の娘が2人いて、旦那のユースケと4人で暮らしています。旦那は小さい頃から娘たちを可愛がっていたので、一見周りから見るととても幸せそうな家庭に見られるのですが、実は最近、あることに困っているのです。それはユースケが娘たちを溺愛しすぎているということです。始まりはユースケが娘たちのことで私に LINE をしてきたことでした。ねえねえ、子供たち最近帰りが遅くないか？お前何か聞いてる？聞いてないけど、もう二人とも大学生だからね。遊びたい盛りだしね。それに年頃だから、もしかしたら彼氏くらいいるんじゃない？彼氏？彼氏がいるなんて聞いてないぞ。父である俺が見てもないのに、そこら辺のやつと付き合うなんて。いや、彼氏がいるってわけじゃないわよ。ただ私も聞いてないからそう思っただけよ。仲のいい友達と遊んでるかもしれないし、バイトしてるかもでしょ。バイト？どこでバイトしてるんだ。俺は何も聞いてないぞ。だから例えばの話よ。そんなに心配しなくても大丈夫よ。もう二人とも成人してるんだから、子供じゃないのよ。子供は一生子供だろ。お前が知らないなら俺が直接聞く。心配性なんだから。私はこの時、ただユースケが娘のことを心配しているだけだと思っていました。しかし、その度合いが過ぎていることに気づいたのです。そのきっかけとなったのはユースケの発言からでした。子供たちはバイトしているようだな。あら、話を聞いたのね。どこでしてるって？駅前のカフェだ。二人とも？ああ、そうだ。二人から話を聞いたのね。そこまでするなんて、よほどの心配性なのね。今からお店に行ってくる。え？二人がバイトしてるカフェ？それ以外にどこがあるんだ？いくら父親だからってそこまでしたら、子供たちも嫌がるんじゃない？女の子なんだから、父親にしつこくされると嫌がるわよ。関係ない。二人がどんな風にバイトしてるか見てくる。わざわざバイト先まで見に行かなくても。父親なんだから何でも把握しておかないと。もしかしたらバイト先で怪しい奴に絡まれるかもしれないだろ。二人で一緒のバイト先にいるんだから大丈夫よ。いや、行ってくる。そう言って、ユースケは本当に二人のバイト先へと向かっていきました。私はそこまでしなくてもいいのに、ちょっと娘を溺愛しすぎてる、そう思うようになったのです。それから数日後、さらにユースケは帰りが遅くなった娘を突然説教し始めたのです。おい、ちょっとこっちに来なさい。え、何？今日お前、バイトじゃないはずだろう。どうしてこんなに帰りが遅いんだ？どうしてバイトじゃないって知ってるのよ。俺の質問に答えるんだ。映画館に行ったり、おしゃれなお店に行ったり、最後には居酒屋に行ってたな。誰と行ってたんだ？彼氏か？男か？なんで映画に行ったり、居酒屋に行ったこと知ってるのよ。もしかして、私の後をつけてたの？そんなことする暇はない。じゃあどうして知ってるのよ。 iPhone アプリで24時間監視してるからな。お前がどこに行ってどのルートで帰ってきたかも全て把握してる。え？ユースケの発言を聞いて、その場にいた娘も私も驚きました。だってそんなアプリを使ってまで娘の行動を把握しているなんて知らなかったからです。それからユースケの行動はさらに悪化していきました。アプリを使って行動を監視するのはもちろん、大学中でも頻繁に LINE をするユースケ。さらに娘たちの捨てたゴミを一つ一つ確認するようになり、男友達とは遊ばないと約束をさせたり、挙句の果てには出かけるときはユースケもついていくようになったのです。私はユースケの度が過ぎる行動に注意することにしました。ねえ、ちょっと最近やりすぎなんじゃない？さすがに娘たちも最近あなたの行動に怯えてるわよ。どうしてそんなことを言うんだ。俺が娘を心配する気持ちがわからないのか？お前は親なのに娘たちのこと心配じゃないのか？心配するのはわかる。でもさすがに度が過ぎるわよ。
親子でもプライバシーがあるでしょ。お前もそうやって俺の行動を否定するんだな。お前もしかして浮気してるんじゃないのか。はい、どうしてそうなるのよ。そうだ、きっとそうだ。だから俺のことが理解できないんだろう。浮気なんて俺は絶対に許さないからな。今日からお前も監視してやる。ちょっと落ち着いてよ。浮気なんてするわけないでしょ。口では何とでも言えるからな。俺はもう決めたぞ。家族の行動は全て把握してやる。そう言って、ユウスケは私のスマホを取り上げ、勝手にアプリをインストールし始めたのです。そして、私も友人と遊びに行くことはほとんど止められるようになり、出かける時や日用品の買い物は必ずユウスケと一緒に行かなければならなくなりました。私はさすがにこんな生活に息が詰まり、精神的にも肉体的にも疲れが溜まっていきました。私は娘と話し合って、こんな生活に終止符を打とうと決意したのです。なあ、玄関の鍵が閉まってるんだけど、どういうこと？ああ、もうこの家にはユウスケ必要ないかなって。はあ？どういうことだよ。必要ないって、なんでお前が勝手に決めつけるんだよ。あら、私だけの意見じゃないわよ。娘たちとも話し合ったの。それで決めたのよ。勝手なことを言うんじゃない。早く玄関を開けろ。嫌よ。そういうあなたは今日どこに行ってたのかしら。どこって仕事に決まってるだろ。え？仕事ですって？会社に連絡したら3ヶ月前に辞めたって聞いたわよ。3ヶ月前って言ったら、ちょうどユウスケが子供たちのことを監視し始めた時よね。仕事を辞めてまで娘たちの行動を監視し始めたのはなぜかしら。わかったよ。勝手に辞めて悪かった。だからもういいだろ。今日は仕事を探しに行ってたんだよ。これで満足か？あら、だったら今日おしゃれなお店には誰と行ってたの？プライドが高いあなたのことだから、あんなおしゃれなお店に一人で行くわけがないわよね。なんで知ってるんだよ。お前、まさか。そうよ、その通り。どうして私たちが監視されているのに、あなただけ監視されないの？それって不公平でしょ？だから、あなたが寝ている間に同じアプリをインストールしてあげたの。娘たちも今日あなたがどこで何をしてたか知ってるわよ。なんで勝手に。こんなのプライバシーの侵害だ。最初に勝手なことし始めたのは誰？娘たちが寝ている間にアプリを勝手にインストールして、私の許可なく勝手に私のスマホでもアプリをインストールして、これのどこが勝手じゃないっていうのかしら？教えてくれない？それは。あなたが浮気しているのはもう娘たちも知ってるから。だからこの家にはもう帰ってこなくていいわ。私も仕事してるし、娘たちも成人してるんだから、あなたがいなくても生活もどうにかなるから。どっちにしろ仕事を辞めた無職のあなたがいる意味ないしね。そんな、悪かった。俺が悪かったよ。だから一度話し合おうな。話し合う必要はないわ。娘たちと決めたことだから。荷物は実家に送っておいたから、もう実家にあるわ。離婚届はポストに入れておいたから提出してくれる？話はそれだけよ。以上。おい、俺を見捨てないでくれよ。悪かったって。浮気はただの遊びだったんだ。気晴らしだったんだよ。本当にすまなかった。ユウスケはしばらく LINE を送ってきていましたが、私も娘たちももちろん連絡を取ることはありませんでした。どうやら娘たちの行動を監視し始めたのは、浮気していたことが会社にバレたことがきっかけのようです。それが原因で彼は会社を辞めることになったのですが、そのことが私たちにバレるのを恐れて家族の監視を始めたようだと、後からユウスケの両親に聞きました。その後のユウスケはというと、仕事を探しに歩き回っているようです。ただ彼もいい年なので、なかなか再就職は簡単ではない様子。せいぜい頑張ってほしいですね。私はユウスケと離婚が成立し、離婚してからは私も娘も自由に暮らせるようになり、今とっても充実した暮らしをしています。一人で生活費を稼ぐのは厳しいですが、娘たちも協力してくれているので
今の生活は幸せです。私は娘二人が無事社会人になり、自立するその日まで、しっかり親として子供たちを見守っていきたいと思います。もちろん監視するのではなく、陰でそっと応援するつもりです。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。